あの都知事選挙の時に一番実はウェブ広告お金使ってたのに石丸さんだと聞きましたよ。ウェブ広告だろうがオートコールだろうがやれることは全部やりたいんですよ。もうね、この戦いで負けたら国民民主党終わりです。今勝ち切らないと先はない。だからこそ SNS 対策もバカみたいに走り回ることも含めて地上戦も空中戦も全部やりきりたいと思います。もうこの選挙が全てです。10月20日、国民民主党の玉木代表が自身の YouTube チャンネルでライブ配信を行いました。前日には同時接続数で新馬幹事長に負けてしまったことから今回は気合が入っていたようです。また配信中には石丸氏の影響を強く感じさせるような、むしろ石丸氏が憑依しているかのような場面も多く見受けられました。できることは全部やると都知事選の際にそう言って都内を駆け回った石丸氏。果たして玉木代表は今回のライブ配信で視聴者にどんなメッセージを伝えたのでしょうか。早速見ていきましょう。まず遅れてしまってね、本当に申し訳ありません。ありがとうございます。にもかかわらずこんなにたくさんスパチャをいただきましてありがとうございます。もう2万2000円ということでありがたいな、本当ありがとうございます。正論パンチと正論スクリュードライバーということで、はい、正論締め落としね、なかなか物騒なことになってますけどありがとうございます。実は今日はですね、ちょっと風景背景が違うのはですね、今日はあのメディアの皆さんの取材がなんと入ってるんですよ。あのこっちにこうあの NHK さんとかいてですね、だからいつもと違うちょっと若干緊張して、でも今日はこだわり酒場レモンサワーにしました。タイはないですけど、はい、とかね、氷結がねもう冷蔵庫になかったんで、あの世良政則さんに対決より氷結というね、あのなんかキリンさんなんか送ってくんないかなというまたおねだりしてるとね、兵庫県知事みたいに言われても困るので、今日は自分で買ったサントリーのこだわり酒場レモンサワーをちょっと飲みたいなと、シューということでですね、はい、今日の一杯いただきます。美味しいね、美味しいよ。乾杯。いやもうね、この前昨日かあの党本部の、アカウントであった新馬さんの国民民主党のアカウントでやったライブチャット1万7000同時接続で、なんかその当時のなんか2位だったらしいね。いや、やっぱり新馬さんあれだよね、ヤギ飼ってるだけあるよね。ほんとすごいわ。なんか後半ちょっとね見てたんだけど、なんかケビンの写真ばっかりこう載せてんだけど、ケビンの写真載せてそれだけでなんか1万7000いってるから、ケビンだよねあれ、多分新馬さんが稼いだというよりケビンだよ、ケビン。でもなんか今日あ7758人同説なんですけど、あのちょっと新馬さんに負けてるからちょっとみさんお願いしますよ。なんか負けてられないよね新馬さんには。でもね、私はスパチャがあるのでありがとうございますスパチャ。いやケビン君はすごいよね。ケビン働いてるもん。国民民主党から金払った方がいいんじゃないかな、ケビンに餌代。すごいよな。あ、8000いきました。いい流れが来てますけど、ちょっと新馬さんに負けないように頼むよ。私の方が先やってるんだからね。いや、あとね、新馬さんの昨日のチャットあの見ていて一つ一番感じたことはね、各党の皆さん褒めてたよね。あのまあいろいろ思想心理、私も最近すごく感じるんだけど、あの今朝も日曜報道と、NHK の日曜討論やったんだけど、やっぱりこの選挙にみんな各党かけてきてるじゃない。でそれぞれに考えた政策を言っていて、まあ私はね、あのみんな日本良くしよう、あるいは日本人の生活を良くしようと思ってるのはその通りだと思うんだよね。で新馬さんがそれを、新馬幹事長がやっぱりこうみんなでね、力合わせていい日本を作ろうとみんなそう思ってるんだっていうふうに言ってたのは、私はねその通りだと思うし、まあもちろんね政策的に合わないところもあるんだけど、ああいうことを言う新馬さんは偉いねというか立派だよね。ということで言うと、あのこの前さ、なんかあの音喜多さんがあの今ね
あの衆議院の、東京1区に出てる、あの参議院から移って出てる維新の音喜多さんがね、あのもう自分もあの国民民主党とあの維新の差がね分からなくて、分からないというか、それでどっち入れようか迷ってるっていう投稿が結構多いという話をされていて、でまあこういうことが違うんですよみたいなことで、特にまあ、 あの国民主党労働組合が応援してるからなんか言いたいことが言えないんだみたいなね、だからそういうトーンであってですね、でまあいろんなことをそれに対してまあ、 あの批判的なことを書いてる人もいたんだけど、あので私はまあ、 あのいや似てるとこは憲法のね、あの改正案なんか一緒に作ったりしてるから似てるとこあって、でまあ、 あのまああえて違いを言えばね、まあ維新の人はこういう投稿するけどうちはしないかなって言って、別に嫌味じゃなくてあの書いて、で夫に田さん頑張れというね、あの一句結構やっぱり維新厳しいみたいなことも聞いてるので、本当に頑張ってもらいたいなと思ってね、書いたらまああの音喜多さんからもまたリプライもらって、ちょっとまああんまり私も信じゃないし、なんか国民民主党はそういうキャラクターじゃないって言って、うちなんか支援者から怒られる政党っていうか、支援者からよく怒られる党首なんで、うん、まあそういうふうにね、あんまり対決より解決って言ってきたし、そのディスってるように見られるようなそのなんか発言とかは、らしくないって言って、まあまあそうかなと思って、削除をしたんだけど、まあ高齢者をなんか軽んじようっていうんじゃなくて、やっぱり今の制度は世代間の支えが中心になってるから、支える側の現役世代が元気じゃないと結局その支えられる側の高齢者の方にこういろんな意味でこう回すお金もなくなっちゃうんで、年金も減らさなきゃいけないしね、マクロ経済スライドってまさにそういう仕組みになってるんで、現役世代を元気にして社会保障制度を安定させて全世代が安心ということをねしてるのは、私はあの賛成だし、我々も同じ方向を向いてるので、だからその意味ではね、音喜多さん頑張ってもらいたいなと。東京はどうしてもね、立憲さん強いし共産党とある程度連携してるしね、だからやっぱり自民対立憲という構図になりがちなんで、そこでまあ音喜多さんにしても7区で出てる小野さんとかもね立派な人だと思います。だからぜひそこは頑張ってもらいたいなと。新馬さんが昨日言ってたことと同じで、違いはいろいろね各党あるけど、まあ、日本を良くしたいというふうに思いは同じだから、力を合わせるところは合わせてねやっていきたいなと。選挙は選挙でね戦っていかなきゃいけないんで、そこは厳しくやっていきますけど、本当にあの同じく日本を良くしたいと思ってる仲間と一緒に頑張りたいなと、まあ、思いは一緒ですね。玉木さん来週から演説ラッシュですが、喉と体調にはご自愛ください。ブーストかけて伸ばしていきましょう。ありがたいですね。来週からっていうか明日ですね、東京23区ですけど東京24カ所街頭ライブをやろうかなと思ってですね、朝9時から夜までずっとやって、最後あ糸市屋6時半か7時ぐらいに最後やりますんでね、もう体力の限りやろうかなと思って、もうこの選挙でね私はもう燃え尽きちゃいけないけど燃え尽きようかなと思って、やっぱりあのネットも大事なんですけど、まあ私の持論なんですけど、ネットはあくまでサブで、やっぱり現に動いてなんぼだと思ってるんですよ。で直接人と会って熱を伝えて、選挙は熱伝導だから、今もこうそうだけど、あのこういうその画面越しに伝わる熱もあるけど、やっぱりリアルに会ってね熱を伝えていくっていうのがあの一番だと思っているので、まあ、ぜひねあの街頭にできるだけ出て、熱を伝えていきたいなと。明日まあ平日なんでね、ちょっと近くにね玉木がいる時にはちょっと寄れたら寄っていただきたいなと思ってますの で最後仕事帰りでね有楽町の糸市屋に寄れる人はね来て、今のこの熱をね直接皆さんに伝えたいなと思うので、ぜひお越しいただければなというふうに思います。1万2000いきました。1万2000はい、ありがとうございます。新馬和也をやっつけるためにあと5000、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ということでね、私はまあ正直言うと、前回近畿は比例で1議席取れましたけど、和歌山1区の岸本さんが知事に転出されたり、あとまあ、 あの滋賀とか京都でね、まあ、誰とは言いませんけど他党になぜか行ってしまった人もいてですね、その意味ではやっぱり近畿のパワーが落ちてるし、やっぱり候補者も兵庫1人大阪1人で2人しか立てられてないので、やっぱりちょっと近畿手こ入れしないと比例の1議席も危ないなと思って、今回ね結構回ったり
話を聞いたりタクシー乗ったりもして感じたのは、もう自民ダメだと。で今までは維新だったんだけど、維新もダメだっていう大阪の人でさえそういう声をちょっと聞いてね。だから自民でもない維新でもない新しい選択肢の国民民主党ということをね、期待もしてくれてるし、それをやっぱりしっかりアピールしていかないといけないなということもあって、この最も大切なラストサンデーに近畿に入らせていただきました。でぐるっと回った感想で言うと、各地域ねすっごい人が集まってくれて、今までに私が行った中で一番多かったと思いますね。特にね嬉しかったというか意外だったのは京都ですよね。あの思い出の去年の8月に前原さんと代表選挙やった時もそこに行った、あの思い出の地なんですけど、その時以上に人がいましたね。でそれはね嬉しかったな、本当にねありがたいなというふうに思います。でこれもねでもね、まあ、昨日の新葉幹事長のライブチャットもそうですけど、この玉木チャンネルの、まあ、今日もね何人か玉木チャンネル見てますよっていうことを言ってくれてる人もいて、まあ、こういうことで皆さん見ていただいてね、でこういうことが実はまたリアルな街頭演説をした時の、まあ、集客というか人が足を止めて聞いてくれてるっていうね、そういうことにもつながってるんで、皆さん本当ありがとうございますね。本当にこうやってコメントもね書き込んでいただいて、またどん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 スパチャもいただいてですね、もう本当にこれありがたい。あ、先日は国民ライブで福岡の動画を取り上げていただきました。水曜日来られるみたいで、新宮中央駅見に行けるように阪急取りました。阪急取ってわざわざ我々の街頭演説を聞きに来てくれる、いやもうねありがとうございます。やっぱりこう政治というか民主主義だなと思いますね。本当会社の人怒られてませんか、大丈夫ですか。国民民主党の街頭演説を聞くために半休休んだっていうのはね、まあ本当感動します。で本当にたくさんの応援をいただいて、何かねこういうそのネットでやってることとリアルがねこうなんかうまく組み合わされてきたのかなという感じは正直今日そこでね集まってくれて、国民民主党頑張れって言ってくれるのはね、まあ本当にありがたいしとかね、救われた気持ちで、前も言ったけど、あ14,000人ありがとう。1万4000台は前回と一緒なんで、あの1万7000まであと3000なんで、はい、ちょっと新葉幹事長に負けると悔しいのでお願いします。みんなに声かけてください。ありがとうございます。もう全然油断できないしね、こっからが勝負だと思うんですよ。まあ今日日曜日もうすぐ終わりますけど、まあ月火水木金土6日間、ここで変わるし、特に6日間のうち最後の3日間、もう我々にとってはね、まあ、こういうちっちゃな政党にとっては最後の3日間でどうグッと伸ばすか。過去、衆議院選挙1回戦ってますけど、そんな政党あったのっていうぐらいの感じだと思うんですよ正直ね。だからなんとかねまず知っていただきたい、国民民主党という選択肢があることをね。だからちょっとさっきなんで近畿回ってんだっていうと、やっぱり自民だ維新だっていう他に現実的な政策を訴えているもう一つの新たな選択肢、国民民主党っていうのをね、特に近畿の皆さんには提示していきたいなと思って今日ラストサンデー回らせていただきました。だからなんとかね頑張りたいなと。支持率上昇して、さっき確か共同通信で維新となる 5.4% だったんだけど、まだまだだよね。でかつ今回投票率どれぐらいになるのかね。で結局ね我々みたいな野党でちっちゃいとこは投票率上がんないと、既存の硬いところは、ね、自民党公明党共産党そういう支持層がカチッとあるところには行くんだけど、我々ある程度やっぱりね無党派層っていう方々が選挙に行ってくれないと伸びない。あ1万5000行ったので前回は超えたね、ありがとう。あと2000、はい、21分で1万5000行きました。なんでねまあ半数近くは投票してない。で今日私大阪と京都でも訴えたのは、今日来てくれた人にとにかくねこう今もう例えば他の何かもう自民党なり維新なり入れてるところに国民に変わってくださいって今から言うのは結構やっぱしんどい作業だと思うので、それよりもむしろ4割の人あるいは4割強の人が選挙行かないわけですよね。だからそういう人を周りに見っけたらね、あのぜひ今回は国民民主党と、手取りを増やす国民民主党っていうふうにね言ってもらいたいなと
いうことをぜひ伝えてもらいたいなというふうに思います。あとね、これは某メディア関係者のお父さんお母さんからその人が聞いて、いや玉木さんすいません、うちの両親でもこんな感じなんですって言われたのは、選挙区で例えば自民立憲共産とか出るじゃない、そうすると比例はその選挙区で出た政党しか書けないと思ってんだって。いるそういう人。いやこれね、だって新聞記者のお父さんお母さんだから結構政治的リテラシーは高いはずだけど、そういう人でもいろんなことが考えられるんだと思って、その選挙区で出たそのじゃあ 3つの政党が出たらその中から選ばなきゃいけないと。だからね、これ違うんですよ。比例は比例でもう数ある政党の中から国民民主党って選べますからね。これ1万6000来ました、ありがとうございます。あと1000で新葉和也抜きますので、あと1000でお願いします。それでこれね結構大事なんで、ちょっと聞いてもらいたいし、皆さんの知ってる人にもそれ伝えてほしいんですよ。その手があったかっていうか、そういう解釈があるのかと思って、すいません。あとね、昨日新葉さんのねチャット見てて思ったのは、いいねボタン押してください。いいねボタン、いいね、昨日か1万いったのかな、だからそれも負けたくないので、いいね、いいね押してください。いいね、ね、いいねを今4626なので、いいね、いいね、みんないいね、いいね押してくださいね。それでさっきの話に戻ると、小選挙区で出てる政党しか比例で選べないっていうふうに思ってる人いるんだけど、そうじゃないんですね。あとね、これ確かね、選管によって県によって違うのかな、こうなんかね、縦にこう政党名書いて下に略称書いて、ここ行ったらじゃあその略称を書かなきゃいけないみたいな、なんかねそういう感じになってる。もうね、皆さん今回はね、略さず国民民主党、略称なんか書いても無視無視、上に書いてる正式名称をちゃんと書いてくださいということをね、知り合いの方にもぜひ徹底いただき、いいねボタンいきなり2000増えて7219になってる。もう皆さん、この見に来てる人いいね。はい、ということで、ちょっとね2つもう一回言うよ。小選挙区で出てる人たちの政党名しか選べるのではありません。2枚目はもう本当に出てなくたって勝手にかその全ての政党名から選べるのと、でバーッと正式名称書いて下に略称書いて、その略称を選んで呼ぶんじゃなくて、その正式名称をちゃんと書いてくださいということを皆さんの知り合いに言って、そして絶対選挙に行かなさそうな人に声かけて、今回は行ってください、国民民主党ですということをですね言っていただきたいなというふうに思いますので、はい、ということでお願いします。あとね、スパッチャーの他に党 の, 正式なホームページにも研究を作ってね、やり始めて1500万円すでにご協力いただいてます。この中にも党の方にもご協力いただいた方いらっしゃると思うんで、改めて本当に感謝を申し上げたいと思います。で、今日私ちょっとツイートにね、1億再生1億プロジェクトということで最初からやり始めたんですけど、その広告を、ツイッターとかね、ツイッター広告と、今日石破さんが言ってましたけど、ああいうとこにも使いたいってことを書いたら、そうじゃなくて来年のね参議院選挙の候補者擁立の中に使った方がいいんじゃないですかっていうふうに言われたんですが、これはねちょっとね説明させてほしいんですね。ある程度皆さんの協力によって知名度は上がってきたとはいえ、さっき言ったように言うて支持率 5.4% とかね、比例投票先 6.1% みたいな話なんですよ。ほとんど知らないですよ、国民民主党のことは。だから私は残りの6日間でそのウェブ広告だろうがオートコールだろうが招致貼ったチラシ配りだろうが、もうやれることは全部やりたいんですよ。で、正直ね、そのいや来年の参議院選挙のためとかいろいろ、もうねこの戦いで負けたら国民民主党終わりです。もう常にねそういうことでやってきました。常に背水の陣だし、もう先を考える余裕なんかないよ。この戦いで負けてしまったらもう次を語る資格は我が党にないから。だからもうとにかくこの選挙で1議席でも増やして、そうすれば、はっきり言って政党交付金も入ってくるしね、そうなると次の参議院選挙は次の衆議院選挙で候補者を擁立する基礎体力が財政的にもつくわけですよ。でそこにお金残しておいて、今がどうか、もう今勝ち切らないと先はないというのがね、私たちの、1万7000超えた、新葉さん1万7000、端数が気になるね。じゃあ1万8000いこう、今日1万8000お願いします。でね、ちょっともう一回ちょっと話、真面目な話戻すと、その寄付をそのなんかウェブ広告とかね、そういうのに使うのどうなんだっていう話はいただきますけど、
もう確かにね、そのじゃあそれが効果があるのかどうか、もうツイッター見てる人は大体玉木さん知ってるからいいんじゃないかとかね言うんだけど、その今日の共同通信にも出てましたけど、30数%がまだどこに投票するか決めてないんですよ。で、すでに政治に関心があっていろんなね、そのどこに投票するか決めてる人はいいんだけど、まだこれからどうするかっていう人が3割も残り6日間で残ってるわけですよ。で、そこにはね、もうあらゆることやってアプローチしたい、本当に。いや、それで空振りになるかもしれないし、費用対効果なんて分かんないのよ、これは。でもこれだけね、いろんなことをもう少ないお金の中でも挑戦してきて、支持を広げてきて、でなんとかね、こうリアルなちょっとそのアプローチまで広がってきてるということをね、考えた時に、もうやれること全部やりきりたいんですよ。 SNS でいくらバズったって、ある種まあエコーチェンバーでもう決められたんだけど、でもその中から、その中から染み出るようにリアルに広がっていくってこともね、少しずつ起こってきているので、だからこそ SNS 対策もまた明日やるようなね、24箇所バカみたいに走り回ることも含めて、地上戦も空中戦も全部やりきりたいと思います。で、それやって我々なんかはようやくね、あのなんとか議席が増えていくぐらいですよ。で、今私ずっと訴えてるのは、21議席取ればね、単独で法案提出権が衆議院に国民民主党できるので、それ大きいですよ。今まではね、正直参議院でしか法案出せなかったり、衆議院で出そうと思ったら、ちょっとその立憲民主党さん一緒にやってくれませんかねとか、あと、あっ1万8000超えましたよ。ありがとうございます。新葉和也抜きました、ありがとうございます。よし、ということで、もう一回言いますね。結局ね、まだまだ我々ちっちゃいところでぐる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 回ってるん でいくらね盛り上がってもね、結局投票率が低いと、うちは盛り上がりで終わっちゃうんですよ。絶対に緩むことなく最後まで積み上げてね、でネットで盛り上がったからそれで終わりじゃなくて、リアルにもう、いや今日だから握手して回ったんですよ、結構。で、一人でもね、お願いします、広げてくださいというね、今日来てくれてる人なんかは理解してくれてると思うんだけど、それをね、もっと広げたいんですよ。こんな気持ちで、こんな思いで今の日本の政治に向き合ってる政党や政治集団がある、あるいは政治家や総支部長として今挑戦してる仲間がいるってことをね、一人でも多くの人に、リアルな人にも知ってもらいたい、それだけなんですよ。だから今日皆さんこうして来ていただいて、1万8500人同説見ていただいてますけど、まあ、この中にはね、もちろんアンチの人もいると思うけど、でもこの思いだけはね、本物なんですよ。だからその思いで集まってくれて、今必死で頑張ってる仲間をね、小選挙区の仲間は小選挙区、そして比例でもぜひ一票でも積み上げて、その認められれば日本の政治は変わると思う。だって選挙のために大きい方行った方がいいとか、そういうねことに走りがちな政治を、もっとある種常識的でまともなね、そういうものに引き戻すことに、私はつながっていくと。あ、もちろんね、仲間より国民っていうのはその通りで、別に仲間の身内のためにやってるんじゃなくて、国民のためにそういう思いで集まった仲間を大切にすることが、国民を第一に考えることだと私は思っています。だから結構今回我々が伸ばしたら、その意味は結構大きくて、こういうスタイルが受け入れられるんだっていうのは、結構有権者っていうか国民の皆さんの、その共同作業というか共同認識というか、なんだろうな、ちょっとうまく言語で表現できないんだけど、共同価値を作り上げるプロセスなのかなと。政治の世界のね、政治の世界のなんかコモンバリューっていうか、英語で言うとね、ごめんねまた幹事長に、新葉幹事長に怒られそうだけど、なんかそういうね、まあ、世界見てもアメリカ見てもやっぱりこう、まあ、トランプ現象って言われたり、こうヨーロッパだと移民に対して反移民みたいなことでガッといく方がやっぱり実際支持広げてるけど、そうじゃないね、また熟議の民主主義みたいなことをまともにやっていく、しかも野党側からそういうのを提起するようなことが一定程度
日本国民に受け入れられたとしたら、それは結構実は革命的なことなんじゃないかなという気はしますね。ね、だからやれることをね全部やろうかなということで、まあ、広告とかね、あとなんだろうな、まあ、オートコールとかも一部の選挙区では電話かけをね自動でやる、あれもなんか留守電に入っても無駄なんじゃねえかっていうけど無駄ですよ。今もうほとんどそのまま固定電話取ってくれないから。でもそれでもなんかね、一人でも取ってそれで一票入れてくれるんだったら 99% 無駄でも 1% がそれで届いて、でそれが乗っかることによって当選するんだったら 99% の接続できなかったことだって全部意味が私はあると思ってるんだよね。その選挙って非効率の組み合わせだと思っていて、非効率を組み合わせていくと効率的になってくるっていう、なんかそんなゲームのような気もするしね。まあ私もなんかいろんなことを試してきたけど、狙って完璧に無駄なく全部こうですよっていうのはね、なかなかないね。で、X の広告、今日石破さんが出たからちょっとその話ばっかりするんだけど、まあなんかバーンと出てさ、なんかこういきなりこうなんかちょっと申し訳ないんだけど、こう心機臭い顔が出てきて、これはクリックしないだろうと思うけど、でもね、あれが自民党の強さなんだよ。まあもちろんお金に物を言わせることもそうなんだけど、でもね、今自民党って知らない人いないと思う。いないけど、でも今の自民党は石破さんだってこういうことを考えてるからって言って打ち出して、それでも一人でも二人でも伝わる人がいいからと思って打ってんだよね。だからね、そこがねやっぱ貪欲だし、まあちょっとクリエイティブからしてあんなんで本当票取れるのかと思うけど、でも今日だって今でも出てんじゃないの、24時間ずっと晒され続けてんでしょあれ。だからね、それもすごいなと。で実はね、これちょっと関係者から聞きましたけど、あの都知事選挙の時に一番実はウェブ広告お金使ったのは石丸さんだと聞きましたよ。みんなね小池さんとかこう目立つけど、まあ石丸さんは石丸現象でお金が3億円ぐらい集まったから、逆にそれを全部突っ込ん で結果としてお金使ってんですよ。それはやっぱり使うべきところにね。だからまあその辺はなかなか今日ね私がそうツイートしたことに対して、そうなったら候補者擁立今からでもしろって、今からできないんでそれはちょっと勘弁してほしいし、ただまあ参議院選挙にね候補者擁立に使った方がいいって、それおっしゃる通りです、おっしゃる通りなんだけど、この選挙でやっぱり国民民主党がある程度飛躍しないと、結局議員も少ない、政党交付金も入ってこない、でまたやっぱり国民民主党から出ても通らないのかなと思うと、やっぱうちから出ようと思う人いないじゃない。だからそういう意味でもね、もうこの選挙が全てです。でこれで勝ったらその時考えますよ、もう次のことはね。あ、1万9000いった、こう、いや、ありがとうございます。もう新馬和也のことは忘れます。まあでもね、今日実はお子さんを抱えたお母さんだけじゃなくてお父さんも結構いてですね、でなんかね、まあ今日ちょっと子供の話も私もさせてもらったんですけど、これはね別に綺麗事じゃなくて思うのは、やっぱり自分たちの息子たち娘たちにその誇れる日本というか、誇れる日本って何かというと、子供に向かってね、まあ、この国で頑張ればその夢は叶うし、何にでもなれるし、どこにも行けるし、その本当まあ要は夢は叶うんだっていうことを大人が信じて堂々と確信を持って子供たちに言ってあげれるような社会ですよ。深作ヘススがねよく言うんだけど、まあお母さんがペルー人で、でまあペルーって内戦があったり、内戦がまあテロがあったりね、大変で、ヘススに対してこの国はね、あなたの生まれた国はいい国なんだよって言ってお母さんが言ってるっていう話をいつも彼はちょっとね話すんだけど、そういうことなんですよ。我々ある人は当たり前でこの今平和にしても何にしても享受してるんだけれども、その当たり前じゃなくてね、だからどういう国をやっぱり子どもたちに残していけるのかっていうのは、今を生きる私たちが真剣に考えて本当に真心を込めてその政治ってことに取り組んでいかないと、うまくいかないというか、ね、失敗するんだよね。あとね、これ国民民主党の選挙活動を拝見し、投票所へ行く気持ちが蘇りました。最終日まで
走り抜けてください。希望がない世の中の一筋の光として輝いてください。応援しておりますと1万円のスパチャいただいて、そういう温かいコメントいただきましたね。今日ね、どこだったっけな、京都だったっけな、あの同じようなこと言ってくれて、30年ぶりに投票に行きたくなったので、玉木さん応援しますから頑張ってくださいってわざわざ来てくれて、30年ぶりに投票に行くんだって。でそれで国民民主党と書いてくれるってね、まあ嬉しいというかね、なんか伝わるんだなと思ったっていうか、諦めてこっちがね、まあ時々へこたれてへこんでた時もあったんですけど、自分たちが自分を信じる気持ちを失っちゃうと絶対人には伝わらないなと思いましたね。でこのね、投票所へ行く気持ちがよみがえりましたっていうのはなんかめっちゃ嬉しくない？あとね、今日ね、これ奈良だ、覚えてるのはね、僕は氷河期世代ですと、私よりちょっと若いぐらいの人でスーツ着てきたのね。で僕は氷河期世代で、国民民主党が氷河期世代対策をやってくれるの本当ありがたいと。でね、今日面接に行ってきましたって来たんです、スーツ着て。多分ね、あんまり詳しく聞かなかったんだけど、そのやっぱり就職氷河期世代だから、多分その学校出てね、就職する時にはあの正規とかいいとこ多分入れなかったんだと思うんだよね。で今まあちょっと雇用環境良くなってきて、それで転職しようとしてるのかね、あるいは非正規から正規に移ろうとしてるのかなんだけど、国民民主党がその氷河期対策をやってくれて、で本当ね、ちょっと涙出そうになったのは、そのスーツ着て今日面接に行ってきた。でわざわざ近鉄奈良駅のとこ来てくれて、玉木さん今日僕就職氷河期世代なんだけど、今日その面接に行ってきましたって、いや頑張ってくれって私が伝えたんだけど、なんかね、そういうの嬉しいというか、逆にすごくこう責任をね、日本を良くしたければ比例は国民民主党へって、スパちゃんまた入れてくれてる、ありがとう。なんかね、今日そういうのを感じて、まあもともと伊藤孝恵がね、その100社を受けて落ちましたみたいなどこから始まってるんだけど、でもやっぱりいろんな意味であの時はほら採用絞ってね、でやっぱり私はだからね、その民主党政権も含めて一番反省して、まあ、2019年にもブログ書いてるけど、やっぱりね、経済政策を間違うと人殺しちゃうんだよね。あの物理的にそのまあ自殺に追いやるってことだけじゃなくて、長い人生をやっぱりその日本の場合残念なんだけど、就職っていうある人生の時期でつまずいちゃったりうまくいかないと、その要はもっとぶっちゃけ言うと障害所得とかね、老後もらえる年金とか全部給料に連動してるから、その人の人生を本当に奪っちゃう、あるいはそれで結婚できなかったりとかね、いうことになっちゃうから、私はね、経済政策にこだわってるのは、経済政策だけは絶対間違っちゃダメなんだよ。だから、まあ、いわゆるロスジェネ世代と言われる方はね、やっぱりね、これ人災だと思います、それは。だから人災で生み出した世代をどうリカバリーしたり、まあ、将来不安、例えばね、まあ、今多分考えてる自分自身の老後のことと、あとちょうど親の世代が介護とか必要になってくる時だと思います。私ももう、まあ、たまたまうちは両親元気なんでまだ大丈夫ですけど、やっぱり私よりちょっと下の世代からもう親がね、その介護が必要になってくるとなると、自分もそうだけど、その限られた世帯全体の年収の中でその十分な介護を親にきちんとそのしてあげられるのかとか、そういう不安もいっぱい抱えてると思うんだよね。でそんな中で自分がもう一回ね、再就職に挑戦しようとかっていう人もいるのをね、政治が支えなくて誰が支えるんだというのはね、本当にそう思いますから、政府はね、この骨太政策の中でもうやめちゃうんだよ、十分な検証もなくで、一定の成果があったとか言ってもうなんかね、他の政策に溶け込ましていくって言ってるけど、いいのかそれで、本当に最後まで面倒見ろと。あ、1万9000来ました、ありがとうございます。ということでね、就職氷河期世代対策は他の政党がやらなくても政府がやめると、我々食らいついていくよ。でね、うちしか持ってないと思うのは、アンケート取ったからね、政府が用意して集中期間でやったやつが本当に使い物にならないとか、やったけど現に就職に結びつかなかったってデータ持ってるのは多分うちだけだと思うよ、国民民主党だけ。
だからこれはね本当にあの我々真剣に取り組むと思うし、あえて選挙期間中だけど、選挙期間中って我々これやりますあれやりますってこれやったとかって言うんだけど、なんか そこまでしかできてないんだったらちょっと残念でしたみたいなことも言われてるわけね我々。だからもう一回声聞かせてほしい。うん。でそれを選挙期間中だからこそドアが開いてるから、我々もいつもよりもっと鋭敏な耳と目でね、それを受け止めて、あの場合によっては政策を変更しても、公約変更してもいいし、これからね選挙が終わった後もあのしっかりとそういった政策をね、あの政府にもぶつけていきたいなと思ってるので、就職氷河期世代対策については意見ください。しっかりと取り組みたいなと思います。はい、ちょっとあれこれ1、10、100、1000、10万、すいません、この応援してますと一言だけ書いてくれてます。あので10万のスパチャってできるんだ、ありがとうございます。もう予想を超えた、今もう88万円だもんだって。人生初スパチャ、こんなに真面目でまっすぐな政治家に貢がない、いや、まあ、貢がなくていいんですけど、本当ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もう感謝の気持ちでいっぱいですよ。あと先日自民党支持者の友人に、なぜ自民党に投票するのかと質問したところ、なんだかんだ言っても政権担当能力があるからとか、民主党政権が取った3年間がひどすぎたから自民党しかないじゃんと返ってきました。国民民主党は自民党と対峙できる二大政党の一角を担っていただきたいと思っています。ちなみに自民党支持の友人は、政策は国民民主党が一番良い、特に経済政策は良いと言っていました。なかなか微妙な感じですけどね。いやでもそういう人多いと思うんですよね。だからね、今日ちょっと演説でもちょっと申し上げたんですけど、ちょっとまあこれに関係して少しコメントしますとね、結局ね、国民民主党しか経済政策がないんですよ。不思議なのはね、こういうことは実は各国でやってるし、日本ではやらない。でもこういうことを言ってる政党が、自民党公明党言ってないし、立憲も維新も言ってなくて、国民民主党しかないからね。だから国民民主党にぜひ力貸してほしいって言ってるんですよ。だからね、やっぱり経済政策ってやっぱり現在の制度と、そして国際的なその潮流と、まあ、いろんなことを、そして何よりも現場のね、その生活実感と、あとは数字ですよね、失業率とか有効求人倍率とか、そういうのをちゃんと見て打ち出す政党が実はないんですよね。だからここはね、我々ね、頑張る責任があると思っていて、本当その意味では皆さん力貸してほしい。あとね、意外に正論パンチやってくれっていうのが今日たくさんいらっしゃって、で写真撮るから玉木さんで一緒に撮れて、いやそれ正論パンチやってくださいっていう写真を撮りたいっていう、こんな感じ、正論パンチ、正論パンチというのをね、やってくれっていう人が正論パンチっていう、こういう感じかな。ということで意外になんかあの響いていて、ちょっとそのそんなやめろって言うかもしれませんけど、ちょっとね、既存の支援者の外に広げていきたいので、ちょっとあと6日間だけ許してください。はい、ありがとうございます。今日もこれ終わりたいと思いますけども、ぜひこれ終わったらですね、比例は略さず国民民主党というのをですね、ちょっとあの書いていただいて、あとはまあ正論パンチでもいいし、単に国民民主党っていうことをもう一回入れてもらってもいいんですけど、とにかく今夜はね、ぜひ、あ、109万円に今スパチャになっておりましてですね、今夜も103万超えをしてしまいまして、あ、本当に皆さんありがたいですね。今日本当スパチャもたくさんいただいて、コメントもいただいて、献金やスパチャ改めて感謝したいと思います。はい、1時間ちょうどとなりましたので、今日はこれでおしまいしたいと思います。今夜もありがとうございました。じゃあ最後6日間頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。